こんにちは、ショウゴです。ハロー、ミサキナオダの、今回描くのは誰かな？今回は以前描いたデジタル絵の線画を、抽出してアナログで色を塗りたいと思います。あ、キャラはるろうに剣心より佐之助とめぐみさんです。今回は塗ってみたということで下書き作業と線画作業は省いています。一からメイキングを見たいもしくはデジタルの塗りも見たいと思う人は、イラスト成長記録八るろうに剣心、佐之助とめぐみさんのアナログ絵をデジタルでリメイク、も一緒に見ていただけると幸いです。この動画の URL は概要欄に貼っておいたよ。ところでアナログで塗るって言ったけれど、使ってる画材は何かな？おっとそうでした。映像でなんとなくわかる人もいるかもしれません。今回のアナログ画材はイラストや漫画界隈では定番のコピックです。出たね。初めて使うとちょっとプロに近づいた気分になれるけん。デジタルの場合はキャラごとにフォルダやレイヤーを分けて全部ベースを塗ってから、全体的に影を一辺に塗っていきます。一方でコピックは一部ベースを塗った後、すぐにその部分に色を重ねたりぼかすなどして影を入れていきます。つまりコピックはベースと影をほぼ同時進行で塗るんだね。まあ簡単にざっくり言うとそうですね。のさあなんでそんな塗り方なの？コピックは水彩ペンで乾くと、もあれ、と言われる色ムラができます。それを避けるために部分部分で色を重ねていく方法が向いています。一度できたもあれはデジタルのように、一つ前に戻ることはできないもんね。そうですね。しばらくデジタルばかりで描いているとアナログに戻った時、戻るボタンを探してしまうなんてことがあるようですが経験ありませんか？コピックで色を塗る場合は一度塗ったらその色を消すことはできません。なので塗る前に一度別の紙に試し書きしたり、ある程度事前にどんな色を塗ろうか、決めておくことをおすすめします。コピックのご利用は計画的に。ここからは佐之助の服を塗っていきます。と言っても白い服なので影を入れるって感じです。手抜き作業&インクの節約。失敬な、手抜きじゃないわ。あーでもインクの節約になるというのは、あながち間違ってないかもしれません。コピックってペンもインクも結構いい値段してるからね。そうですね。なので人によっては一色ずつコツコツ集める場合も多いです。でもさ、コピック最大の魅力って色が重なった部分から発揮されるんじゃないの？そうなんですよねー。人によってコピックは高いし今はデジタルイラストの時代だという。意見はあるものの個人的にはコピックならではの味は他のペンには出せないと思っています。最近はダイソーとかセリアとか100均でコピックに近い色が出るペンが出てきたの？確かにあれはコピックに近づけようとしてるし、100円マーカーとしてクオリティ高いですね。ただ正直な感想を言うとこれらのペンがコピックと同じスペックかと聞かれると微妙です。あくまで個人の体感ですがコピックと比べると、色が薄かったりはみ出しやすかったりしました。あと筆の部分が完全にマーカーになってたりするのでコピックの筆のような滑らかな線は出ません。決して100均マーカーがダメなわけではないけどこういった違いがありましたね。まあ色塗りが上手い人だったらどんな画材使っても、能力高い絵になるけどね。そこは否定できませんね。コピックでもデジタルでも個人の相性や経験による部分もあるけど。まあまだまだ未熟な勝負は今後も修行に励みたまえ。未熟なのは認めますがその上から目線な言い方やめー。まあでもこの絵はイラスト成長記録8でも言ったように7年前に描いた絵のリメイクです。構図とかの若干違いはあるものの、多少はマシな塗りになったと思いたいですね。案外何も変わってなかったりしてね。どうしてそう人が絵込むことを、さらっと言うのかね？これぞ愛の無知だよ。どこが、まあでも自分だけでは本当に、成長してるかどうか判断できかねます。じゃあここはこの動画を最後まで見てくれた視聴者さんに判断してもらうしかないね。もしいい意味で変化があったなと思えたなら、グッドボタンを押してくれると嬉しいです。ちなみに過去動画で今回と同じくデジタル線画にアナログ塗りで描いた。鬼滅の刃の登場人物である、かまどねずこを描いたメイキング動画があります。この動画も概要欄に URL を貼っておいたよ。よかったら後で見てね。コピックの動画はデジタルイラストに比べて、まだ動画の本数が少ないです。需要あるかどうかはわかりませんがたまにこうやって実写も撮っていますので、過去の動画も遡って見てもらえると嬉しいです。
さて作業の方は目に色を入れていますね。一見白い部分がないので不気味な印象ですが、後で修正ホワイトペンなどを使ってハイライトを入れていきます。ゴティックってたくさんの色があるけれど唯一白だけがないんだよね。その一方でコピックにはレイバンという透明色がありますね。それってどんな時に使うのかな。レイバンは色を塗る前にベースとして使ったり、はみ出した色をぼかすのに使います。ホワイトみたいに完全には消えないけど、絵の全体を見た時に目立たなくしてくれます。あとこれは知ってる人も多いと思うけど、コピックは薄い色から塗り始めて徐々に濃い色を重ねていくのが定石です。以上、そんなん知ってるわのコーナーでした。さて背景の色も結構入ってきたので、もうすぐ完成になります。今回の動画はデジタルで塗った絵とアナログで塗った絵の比較です。なので最後に今回の絵と前回のデジタルで塗ったものを並べていますので、よければ見比べてみてください。最後にこのチャンネルは毎週金曜日18時の週1投稿です。この動画、チャンネルに対してご意見やご感想、指摘などがありましたらコメントお願いします。あ、そうそう、この完成したイラストは概要欄の副支部リンクから見れるよ。よかったらチェックしてみてね。最後までご視聴ありがとうございました。他の描いてみたイラストを見たいときは、再生リストのチェックや高評価、チャンネル登録などをしていただけると幸いです。登録済みの方はベルマークをオンにしておくと通知が来るようになっています。